だけを解決しなければいけません。泥棒に盗まれちゃったわけです。大事なものを、命を盗まれたんです。15年前、他界した父が最後の声を振り絞って日本を信じろと伝えました。最後の最後まで日本の力を、日本の国民の皆さんの力を信じたいと思って。こんばんは、拉致問題話の時間です。私は家族会の増本です。前回お伝えしたあの金正恩のあの返信というか乱というか、まあ、前政権金日成金正日の南北朝鮮、まあ、緩やかな統一も含めた統一問題に関して完全否定し武力統一を目指すという、韓国をつまり滅亡させて北朝鮮主体の朝鮮半島を作るという、まあ、声明がというか発言がなされたものに対して、まあ、あらゆるところでやっぱ波紋が広がっているようです。朝鮮総連もそうですけれども、特に韓国内の重北組織の中でもいろいろと、波紋があるようなんですけれども、それでも、まあ、李相先生がおっしゃったように、もうなんていうのかな、盲信的な、北朝鮮シンパの方たちの中には、これまでのその方針を大転換した金正恩の意思を、まあ、尊重するように努めようと、つまり今後北朝鮮のそのような破壊暴力的な革命についても何ができるか協力をするべきだという声も上がっているということですが、まあ、これがどのように動くか分かりません。さらに、欧米というかアメリカのシンクタンクの中には、この今年全般にも北朝鮮が韓国に対して戦闘を開始するのではないかという危惧を持っているようで、非常に注視をしなければならないという、まあ、警告的な発言をしているところもあるようです。隣国である我が日本はそれに対して、どこまで真摯に受け止められるのか、それを考えておかなければならないし、中国の台湾有事も含めて北朝鮮の朝鮮半島有事についても備えておかなければならないのではないでしょうか。さて、今月の2月2日に特定失踪者問題調査会では幹事会を開きました。その中で話し合われたことを少し、お知らせしておきますけれども、これはあのおそらく特定失踪者問題調査会のホームページを開いていただければ、さらに詳細なものが出てくると思います。まあ、決算について、令和5年度の決算についてもホームページで、発表されるものをご覧いただければ分かると思います。そして規約の改正、多少の規約の改正がありましたけれど、それについてもホームページをご覧ください。さらにその中で人事、規約の改正、赤い線で書かれてあるんですけども、役員の定数で副幹事長を2名以内、1名というのを2名以内ということにしています。常任幹事は若干名、その他は一緒ですけども、常任幹事、幹事および常任顧問は調査会の各種活動を執行する。この常任幹事というのを改めて設けておりますけれど、この常任幹事に任命されたのが、これまで幹事でありました石原倫理さん、これは松江の方です。大口秀夫さん、これは石川の方です。それに松村森康さんかな、これは秋田の方です。大口さんと松村さんは救う会、石川救う会、秋田、それぞれで、まあ、活動されておりますが、調査会でもお二人の意向もあり、まあ、了承もあり、
常任幹事として今後活動をしていただきます。さらに幹事に新しく4人を加えさせて、加えさせていただいています。金子渡さん、島尾百合子さん、山本ヘルミさんというお三方とプラス、小川博之さんというこの4人が新任で、幹事として名前を連ねることになりました。さらにその活動につ人事についてはそのようなことで了承をされております。今後またあの幹事をどういうふうに広げていくのか、まあ、運動をする団体としての幹事ですので、それに伴ってできればそのさらに若返った人事体制でやりたいというのも一つの意向としてあります。実はその今の調査会も非常に高齢化ということもないですけれども、60以上の方が非常に多くて、体の壊れた方というか体も随分と、病気に侵された方も多数いらっしゃいます。皆さんもご存知のように村尾幹事長も先日インフルエンザで入院するまで悪化した事実もありますし、あの時には非常にびっくりしましたけども、インフルエンザで治療を続け、それで今では回復をしているというので、この会議にも出席されておりましたので、一安心といえば一安心ですが、そのように高齢化が進んでおりますので、体にどっか異常をきたしている方がどん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 増えているという現実は否めません。曽田さんもすでに一線を退かれておりますし、今後このようにあまり 長い時間をかけることにあまり意義を見出せない、もっと早い解決を目指すためにどうすればいいのかという話し合いをしております。あと次に7番目に潮風共同公開収録について、今後もやはり政府と、拉致隊ですねと連帯してやっていきたいということを今言っておりますが、拉致隊のその、体制もそうなんですけれども、予算もそうなんですけれども、どん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 広げていこうという姿勢を示していただくために、全国の拉致議連ですね、県議会議員、市議会議員 の所属している拉致議連に要請して、これは採択ではなくて、採択なんですけれども、潮風公開、収録、共同公開収録、これは政府のふるさとの風潮風、合同協会、公開収録なんですけれども、これの誘致というか、その土地土地にこれを来て誘致して、そして、地域の人たちの関心を高めていってもらいたいという意味で、あらゆる地域でこの公開収録の要望が拉致隊に集まれば、拉致隊としても考えていかなければならない。今は年間で4回か5回ぐらいやっているんですが、それをやっぱり全国のその自治体から要望が拉致隊に集まれば、それは無下にもう切っていくわけにはいきませんのでね、どん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 その回数を増やしていく方向に持っていければいいということで、今度調査会名でお願いをすることになるとは思います。今現在予定されているところでは、島根県の松江、あとも埼玉の蕨、あと仙台、それから広島、福山市だと思いますけれども、ここでの一応予定をがあります。これがどの 全部、まだ決まったわけではありませんけども、今の 来年度ですか、来年度の予定としてはこの4つの自治体の共同共催というか、そういったもので潮風の公開、共同公開収録を行う予定では考えています。一回多くの方にこれも見ていただきたいんですけれども、これまでの、そうですね、集会とは多少異なり、打った
を乗せて、そして、国民の皆さん、地域の皆さんに拉致事件の、まあ、重要性、そして解決への道を皆で共に考えていきたい、共にアクションを起こしていただけるような集会にしたいという内容にもなっておりますので、まあ、楽しいといえば楽しいですね。昨年鹿児島で行われた時にちょうどあの国体の時期で、鹿児島県、国体ですね。で私も言ったんですけども、やっぱり集客力に問題が生じておりました。この拉致事件の解決に際してはいろいろなイベントを行うにあたり、あのやはり集客は皆さん個人個人の、あの思いで集まっていただくので強制的な集客はできないから、あの各地でやはりばらつきがあるんですけれども、鹿児島の場合はやはり2人の認定被害者がいるにもかかわらず、しかも帰ってきていない、県全体としての取り組みに関してはなかなか前に進んでいかない、うまくいっていないという状況がありますので、ぜひ地域地域で、この拉致事件の重要性、解決の重要性を認識していただくためにも、ほとんどあらゆる自治体から拉致対策本部まで、留置の要請をしていただきたい。これ費用はほぼ、日本国政府が、拉致問題対策本部の予算として、計上されますので、その中からいろいろとあの出ておりますので、ほとんど地方の自治体では多少の人員の、配置の都合もありますけれども、金銭的にはほぼかからないということで、大丈夫だと思いますので、まあ、その辺は詳しくまた拉致隊とやっていただければ分かると思いますが、これまでも地方自治体に負担をかけることはほとんどありませんでした。でそんな中で出演者やそれから登壇者も含めて、拉致隊が全て用意するという形をとっております。あと、これまでもやっておりましたUSB プロジェクト、これはUSB に全ての拉致被害者家族、これは政府認定拉致被害者ではなくて特定失踪者問題、特定失踪者家族の方々 の、 声を含めて USB に収録して、これを北朝鮮本土に送ろうというプロジェクトなんですけれども、これも進行をさせるようにしていきたいということです。あとファックスプロジェクト、これは北朝鮮の在外公館も含めてですけどね、日本からファックスを送り続けようと、拉致事件の解決に対する、要請文とか、脅迫文ではありません、要請文です。これも調査会のホームページにその例文が出ておりますので、それをダウンロードしていただいてファックスしていただければという思いです。多少のやっぱり金銭的な負担はあります、ここにお任せするしかないんですけれども、協力していただければと思います。で、あとバルーンプロジェクト、今まだ韓国がこのバルーンプロジェクトに関してムンジェインの時にストップをかけてしまったので、法律でそれの改正がしない限り、これが実施できないという状況がありますが、ここをユン・ソンニョル大統領になってから北朝鮮の意図的な脅迫行為に関していろいろな制限をどんどん撤廃して、韓国政府としても対応する状況になってますので、4月の総選挙がありますが、これによって与党が勝つのか、でも今最大議席を有する野党が勝つかによって、このバルーンプロジェクトの復活も決まってくるのではないでしょうか。あと
現地調査家族ライブについて、これ今後もその続けていきたいという意向がありまして、特に現地調査に関して今候補地として奄美が出てるんですが、苫小牧もその中に含めていく必要があるのかなということも考えて今後の検討の余地になっています。さらに今月2月14日に新潟家族ライブが実施されるんですけども、これ以前に1月に鹿児島で特定失踪者家族と、そしてまあ私も参加しまして、ライブ配信を行っております。地元の記者、それから記者を集めてですね、でやらせていただいておりましたが、今日は後ほどこの鹿児島県のライブ1時間ちょっとになるんですが、その半分半分に分けて見ていただこうとは思います。今日これから、あと10番目に地方議員の会について、先ほども申しましたようにいろいろな働きかけをしていただきたい、という思いで地方議員に対するアプローチも強めていこうということになっております。あと田中みのるさん、金田辰巳さんの件について、これは東京では、関東ではあまりクローズアップされていないんですけれども、とにかく新聞があまりこのお二人に関する情報を提供していないということもあり、どちらかというと兵庫県、田中みのるさんの、地元ですけれども、兵庫県の方で議員を中心に、動き始めていますが、関西圏でもやはりこのメディアが、特に大手メディアですね、このお二人についての情報をあまり流していない、特に残念なことに、産経新聞があまりこれを取り上げていただいていないということで、もっとアプローチしていこうということになっております。あと調査会としてこの寺越事件をさらにこうクローズアップさせて、寺越事件の、拉致認定、これを求めていく、動作というか作業を進めていこうということです。これに関してもうそうですね、寺越武さんのお母さんもだいぶ高齢になられて、今北朝鮮に行くこともできないんですし、やはり早期に寺越武さんを救出するためにも拉致認定、日本政府による拉致認定というのがあるようです。でも日本政府はなかなかそれを認めようとしないし、動こうとしない現実があるようで、国会議員でその形成する拉致議連の中においても、寺越事件を拉致認定しようとする動きがなかなか出てこない。私たち家族会、必ず寺越さん、お三方、昨年亡くなられた北野さんを含めて、必ずこの拉致認定に関して要請をしてきておりましたけれども、議連も動かない、政府も動かない中で、もう長い年月放置されておりますので、これはどうにかしなければならないのではないかという思いです。あと13番目、これ政府各党への要請について、これについてですね、皆さんもご存知の方いるようですけれども、2月になって国会の答弁で、川田隆平さん、立憲民主党ですね、これ川田隆平さんが確か立憲民主党の拉致問題対策本部長ですね、さらに泉健太さん、今党首でしたっけ、がやはり国会質問を2人やっていただいたという点も含めて、俺に伺うとともに、その我々が昨年要請した事案についてどのように取り組んでこられたか、さらに今後またどのようにやっていただけるのかということを再度要請することも必要なのではないかというふうには思っています。国会の中でその今この拉致事件について質問したのも立憲民主党だけですし、他の野党についてもぜひ追及をしていただきたいと思います。
維新の会にも要請しましたし、公明党にも要請しました、国民民主党にも要請しておりますので、前向きな回答をいただいた党には必ずやっていただければと思います。あとポスターチラシ、新しいやつポスターが出来上がりました。でそれももしご要望があれば調査会の方に行っていただければ送付していただけると思います。あとチラシやパンフの作成も新しく今作りつつありますので、もう出来上がっていると思いますけどね、それも含めて調査会の方へ、申し出ていただければいくつでもご用意できると思います。あと書籍、お帰りと言いたい出版、これは10.21、大集会の中で東京に集まってこられたご家族、特定失踪者ご家族の発言をもとに、ある程度過筆したりしてはいるんですけれども、その本を一冊の本に、しました。これに荒木さんがいろいろと解説を加えたりなんかしたものをもうすぐ出版できると思いますが、春まで3月ぐらいまでかかるかもしれませんということです。でこういう会を、いや幹事会を開いて、特定失踪者問題調査会として、今年1年の活動をしていきたいという決議をしております。さてそれで先ほど言いましたように、鹿児島の特定失踪者家族と、私ですけれども、一組20分ずつ、ほぼ20分ずつですがやって話をしております。ですから今週はこの4組のうちの2組、前山さんご夫妻、前山さんご夫妻なんですけれども、園田はじめさんと敏子さんのご夫妻の長女です、娘さんとそのご主人なんですけれども、ライブ配信したものを皆さんにご覧いただきながらお別れしたいと思います。それでは VTR よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、園田はじめさん、敏子さんご夫妻、はじめさんは大正7年、2月の25日生まれで、失踪当時53歳、養鶏場の管理人のお仕事されていたと。それから奥様の敏子さん、昭和4年9月7日生まれで、失踪当時42歳で、同じ養鶏場で働いておられたということですが、昭和46年の12月30日の午前11時ごろ、年末に大阪から帰省される次女ですから、前山さんの妹さんですねを迎えに、ご夫妻で、自宅から自家用車で宮崎空港へ向かう途中にで、消息を絶っておられます。で、もうその時非常にですね、宮崎までの国道とか、地元の方とか警察の方とかで、随分捜索したんですけども、車も見つかっていないという事件です。で、出発の時に、お父様は、ガソリンスタンドは寄ったんですよね。ガソリンスタンド寄って、それから行くということで、都城の百貨店に寄って、妹さんの成人式の晴れ着を見てくるというふうに言っておられたと。ということです。で、平成15年の2月に特定失踪者として調査会が発表をしたときに、警察の関係者の方が、よかったな、あれはもう拉致なんだよと、ね、あの頃不審船、回電波等いろいろあったんだというふうに言っていた、真渡り海岸の事件とか、そういうこと、警察の方としてはやはりかなりこの鹿児島で何か起きているということについては掴んでいたはずだということで、そのことが頭にあった警察の方がこのように言われたというふうに思います。
で、園田敏子さんに関してはいろんな目撃情報等々がありまして、で、これがこちらが向かって右側が、お母様の写真で、左側がその北朝鮮から出て、これは日刊現代でしたっけに報道された写真です。で、形その重ねたりしてみた感じではかなり一致する写真であるというふうに思います。ただこれ警察にもちろん渡してあるんですけども、はい、その結果については警察の方からは何も言ってきてない。いや、もう違う、違うと言ってきました、はいはい、あ、そうですか。まあ、その家族がよく似た日本人女性を見たという情報、等々があり、やはりこれ複数の情報が出てきているということというのはやはり可能性としてかなり高いんではないだろうかなというような認識を私たちとしてはしているところです。で、前山さんご夫妻はお母さんが失踪されたときは、あの時は鹿屋におられたんですよ。神戸ですね。神戸におられて、はい、で、それから戻ってこられたということですよね。はい、ですからその時に、ご家族で、大崎町におられたのは弟さん、はい、両親と末っ子の弟さん、弟さんですね。はい、国道沿いとか、はい、皆さん調べられて何も出てこなかったということですよね。とにかく交通事故だって思って皆さん来ていただいてるんです、うん、はい。だから途中の崖とかそういうところから起こったんじゃないかとかいうことで調べられていたと、はいはいはい、で、まあ、しかし何も全く形跡みたいなものはなかったですよね、はい、目撃されたのもガソリンスタンドが最後、一番最後がガソリンスタンドの方なんですね、はい、今日はどこに行くんですかって言ったら娘を迎えに宮崎空港へ行くんだっつって、でそれから郵便局に立ち寄って、そしてそのガソリンスタンドの方がたまたま道路の方を向いたら両親の車が宮崎の城の方に向かってるのを見て、うん、あ、今行かれるんだなって思ったのが最後だ、うん、それからのもう消息全くないです、うん、はい。で、そのことについては拉致ではないかというふうに思われたのはきっかけはどういうことですか？それはですね、当時も捜索が今日までっていう日に、うん、もうただ娘を迎えに行った両親についてもう思っても見ないようなことを言われて、怖い思いをしながら過ごしてたんですけれども、再度主人からもう一遍支部室を訪ねようっていう時に、うん、行きましたところが、そこで言われたのが両親に関する資料一切ありませんって言われまして、で当時私が持ってた新聞記事をコピーされるような状態だったんですね、うん、いつもお財布に入れてたんで、うん、はい、うん、でこれをまたコピーを取るようなことをされたんですけど、うん、後にまたあったってことで謝りに見えたんです、うん、はい、でそこでひょっとしたらって思ったのは、それまでもなんだかんだも例えば蓮池さん、千村さん、増本さんたちのことが新聞テレビで報道されまして、うちも年齢は高いけれども2人連れだよねって周りからも一生懸命言われてたんですけど、もうずっと否定してました、うん、もう両親に関してそんなありえないと思って、うん、だけれども再度支部署に行った時に警察だけではどうすることもできない、記憶上の市川修一君のお兄さんを訪ねてくださいって言われた時に、もうその時の驚きはもう市川さんと言ったら新聞テレビで見てましたので、もう拉致に何か関係があるのって感じで、もうしばらくもう頭は何にも浮かばなかったですね。そして
まあ気を取り直して言われた通り市川さんちを訪ねたんですけれども、ちょうど小泉さんが訪朝された時で、あの市川さんの自宅にはもう報道の車があってとんぼ返りしたのが拉致っていう言葉を、まあ、知ったっていうか、あのって思ったのがそれが最初ですね。はい、あ、そうか。じゃ あ, あの小泉訪朝よりも前だったっていうことですね。あのそう考えられ始めたのは、あの言われてはいたけれども、うんうん、あのまさか警察でそういうふうに言われると思ってもなかったので、ずっと否定し続けてきたんですけれども、やっぱりなんか関係があるのって、うん、だけれどもやっぱりもうあんな田舎の53歳と42歳の昔にするともう年齢高い方でしたからね、もうまさかまさかまさかってもうそれしかなかったです、うん。松本さんの、まあ、後で松本さんお話しいただきますけども松本さんの拉致が78年で、園田さんが71年ということになります。であのアベックとか夫婦とかそれから親子とかそういう複数 の, あの失踪拉致というのは1970年代に全部ほとんど全部集中していまして、まあ、あの違ってのはうちのリストでいうと違うのは一人だけ、1981年にあの足立さんという、石川県のホテルの従業員があのいなくなった、あの彼女と同僚とですね、一緒にいなくなったのはあるんだけど、あとは全部1970年代に集中しているということで、まあそういう意味で言うと70年代 の, あの夫婦での失踪っていうのはかなりあのそれだけでもあの注目をされるものだろうというふうに思います。今先生がおっしゃいましたけど76年ぐらいですよね、あの市川さん家を訪ねた時にあの市川さんのこの後ろに北朝鮮の本がいっぱいありまして、それからもう私らも北朝鮮の本を買い漁って読んでる中で、あのどの本だったか、まあ、うちにあるので見ればわかるんですけど、あの中年の男女をつがいで連れてこいっていう時期がその1976年頃なんですね。だからもうそれを 見た時にも中年っつったらもうまさに中年なので、うん、もうそれからもう怖さの連続ですね、はい。お二人が乗っかった車はこのパブリカですね、白いパブリカで、この車がファミリアか、ごめんなさい、あの、ファミリアで車が見つかっていないと。車が見つかっていないケースというのもこれもいくつかありまして、さっき言ったあの石川の足立さんのケースも車が見つかってないです、それ以外にもあの何件も実はあの車がどこ探しても出てこないというのは、あります。で、その辺ところのケースでいうと、あのいろんな情報がすごいたくさん出てくるっていうのは逆にちょっと珍しいケースなんですけどね。この間随分いろいろ、ありましたよね。そうですね、まあ、あのもうそのたんびにもう最初の情報っていうのがたまたまある国会議員の方を通じてだったんですけれども、その時に警察の方がたまたま主人が散髪してたんですね、もうその時はその方もすっごい驚いて、もうこれでなんかわかるかもっていうぐらいびっくりされて、それからどん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 、まあ、私なんかが慣れないマスコミの方とかいらっしゃるようになって、まあ、ちょっとね分かるように拉致ではないかっていうふうに知らされる世間様にですねなりました、はい。まあ、あの本当にね、あのご家族としては一つ情報が出るだけでもかなり精神的にはあの大変だと思うんですけども、ね、あのでまあこうご夫妻でやっておられるんですけど、あのご主人からもちょっと一言、やっぱこの間あのそういう意味でのご苦労が随分あったと思うんですが、まあ、いろんなですね、もろもろのこの事件に巻き込まれたと思ってるんですよ。
材もろもろの情報がある中でですね、何もその関係する警察、政府ですね、何も一言答え出してくれないことはですね、まあ、逆にそれが何もその家族にそういうことを明かさんっていうことが拉致だと、うん、私らはそれを思っているんですけどね。だから違いは違うと、そうであるな、そうらしきことをですね、少しでも伝えて、何も一言返事が返ってこないです、はい。だからまあ政府、要するに政府ですね、赤さんっていうことがもうそうだっていうことにですね、家族は捉えています。で、いろいろその遺留品というか、お手紙とか、はい、警察に渡したわけですよね、はいはい、でそれは戻ってきてない。最初はですね、それももう全くないって言われたんですけれども、うん、供述調書を兄弟5人取られまして、それが終わった後に県警からと支部署と加害者もだったかな、5、6人実はありましたって、でこれとこれはお返ししますって言って、今も言うなってことなんですけれども、預けてあります、はい。だからなんで訪ねて行った時にないって言われたのか、まあ警察署を移動する時に焼却したか紛失したっていう答えだったので、そんな簡単に焼却したりするものなのかなっていう、まあ、不信感をずっと持ち続けてたんですけれども、まあ、ありましたって思って見えたんで、私たちが当時言ってたことと新しく供述調書を取られた時に言う言葉などがちょっとでも違ってれば、そこらを追及するためだったんじゃないのかなって思ったりしてます、はい。2003年にですね、県警に告発した時にて、その何も当時の捜索資料はないと、これ未解決事件じゃないんですかと、それおかしいんじゃないですか、ないということで済ましとったんですよ。そして家族から5人の家族からですね、その再度その聞き取り調査という、私らにしてみればその何て言うかな、こう聞き取り調査やのと取り調べと思ってですね、まあ、応じたわけですけど、そのある資料が1年も閉ざされてるんですよね。だから5人の家族からその再度調べられた、1年かかったんですよ。ないというのは1年経ってから済ましてからありましたって、それおかしいんじゃないですかって、はあ、それは家族からですね、変なことを探るんじゃないかと思ってですね、まあ担当の人に尋ねたんですよ。これおかしいんじゃないですかって、なかったもんが5人も調べてからありましたって、それどういうことなんですか、な家族は結局違った証言をするんじゃないかというようなことです、疑ったんです。私らもいやそれはないですからって、その資料さえ未だに閉ざされてるんです、うん、あったというものをそしたら見せてくれと、いやこれ誰にも見せられないんだと、金庫の中に保管していると誰にも見せられない、その 2,3 年にして警察が移動するときはですよ、その後任っていうかな、担当の後任にその引き継ぎをするのは当たり前なんじゃないかなと思ってですね、誰にも見せられないっていうこと自体がおかしいんじゃないのと。だから52年間もましては今度はその、2003年かな、告発した時の資料はないっていうのを
その閉ざされているっていうことは私らにしてみればおかしい。これは当然その拉致だから明かさんのやろうと、まあ、家族はそういうふうに、はあ、思っています。はい、まあ、本当にあの、まあ、後の村岡さんのところもそうですけども、あの特定失踪者のご家族、おそらくあの今の政府認定のご家族もそうだと思いますけども、あのその時警察にね渡したものが戻ってこないっていうケースが他のところでも結構たくさんありまして、おそらく管理が基本的にはずさんなのではないだろうかなと思うんですけども、あのあるケースではですね、警察の方から必要に日記がありませんかって言われたケースがあるんですよね。でこれはね明らかにあの自殺にしようとしちゃったんだろうというふうに思われるケースがちょっとありました。でということでですね、ちょっとあのまた我々あのご家族の方にもあの皆さんにもあのちょっとあのお預けになった資料を警察にね、あれ本当はだからちゃんと書類書いて全部チェックしなきゃいけないんですけども、もうあのいなくなった時は皆さんも混乱してるから、もうともかくとりあえずあの渡してっていうふうになって、でそれがあのいつの間にか分かんなくなってしまったというケースもあると思うんで、もう一回あのこちらでも皆さんにあのちょっとそれを確認しようかなというふうにあのちょっと思います。でということで、 あと前山さんからあのこれご覧の方にあの一言ちょっとお訴えをお願いします。まあ、このような機会も受けていただきまして、またお越しいただいてありがとうございます。もうあの昨年の12月30日で丸52年という月日が流れております。もう私らもだんだんと年を取ってきまして、病気したりとかあるんで、まあ、あのこのことがとにかく一日も早く真相解明ですね、できたらもう先ほども言ったんですけども、もういつどうなってもいいっていうぐらい思ってますので、知らないまんまで自分の人生も終わりたくないんですので、これからもご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。まあ、松本さん市川さん の、 あのケースというのはもうすでにもうどれだけも報道されてますんで、まあ、皆さんお分かりだと思うんですけども、ちょっと確認も含めて、ときたいと思います。で、昭和50、市川さんは昭和29年10月20日生まれで、23歳電電公社の職員、松本さんは昭和28年11月1日生まれで、当時24歳の、まあ、事務員で会社員、はい、地味でいいですかね、はい。で昭和これ52年ってなってますが、53年の間違いですね。1978年8月12日、交際中の市川修一さんと増本留美子さんは夕日を見に行くと言って、で市川さん所有の車で鹿児島市内を出発し失踪をしたと。で車は鹿児島県の日置郡、現在日置市の吹上浜キャンプ場の駐車場で発見されたが、そのちょっと文章は草はになってますが、車はロックされ、助手席には、増本さんの手提げバッグになってますが、ポーチどれくらいの大きさ、このぐらいだと思いますね、はいはい。ポーチとそれから増本さんのカメラが置かれていたと。でバッグの中にはサングラス、財布、化粧道具などが残され、車内は荒らされた形跡はなかった。でまた近くに、近くというのは、駐車場から海岸に出る途中ですけれども、市川さんが履いていたサンダルの片方が残されていた。で、カメラには、吹上浜に行く直前に、薩摩湖ですね、今は閉鎖されてますけども、前は遊園地というか行楽地、だったところで撮影された写真が6枚写っていたと。いうことです。で北朝鮮は入国後の昭和54年1979年4月に2人が結婚し、市川さんは同年9月海水浴中に心臓麻痺で死亡し、増本さんは昭和56年に病死したと説明したけれども、まあ、矛盾が次から次へと明らかになっていると、まあ、そもそもこの2人がそれぞれこんな若くして死ぬということも可能性としては極めて低いと思うんですが、市川さんは海水浴できなかったんですよね、確かね。泳ぎが得意でなかった、ね、ということですよね。で遠浅のあそこ、海水浴中に亡くなったというウォンサンの海岸は遠浅で、
溺れるはずはないというのは、これはあのアミュン人の証言でしたかね。なんかそういうのがありました ね、はい。で、市川さんについては元工作員のアミュン人氏が、キム・ジョンイル政治軍事大学の会議場横の卓球場で、同席した学生が会話をしたと、証言をしていると。それからまた同じく元工作員のキム・ウクソク氏は著書拉致被害者は生きているの中で、平成2年90年の7月から平成4年8月までの間、軍のマドンヒ大学の偵察式課程で日本語を教わった教官が市川さんで、会話も交えており、松本さんについてもこの教官の夫人であると書いていると。で、蓮池由紀子さんは昭和54年10月まで、ですから拉致をされてから1年ぐらい後ですね、まで松本さんと一緒に生活していたと語っており、北朝鮮の発表は矛盾していると。場所はこれはあの招待状はあれですよね、平壌の駅の近くのマンションの話。いや、わかんないですね、それは。ですか。ええ、ゆき子さんの話の中にもマンションとは書いてなかった、招待状しか書いてなかったですね。あ、それはあのいろいろな噂があって、あのマンションの話も出てましたけど、うん、でもゆき子さん本人からマンションだという話は出てない。あ、そうですか。ちょっと私が聞いたのは平壌の駅の近くの高台ホテルの近くのなんかその工作員とかその家族の住むマンションだったんじゃないかっていう話をどっかで聞いた記憶があるんだけど、それは私それは一子さんの証言の中には入ってないです。はい、あ、そうですか。はい、今まあちょっと概略なんですけども、ちょっとまあ孫さんの方に付け加えること等あればちょっとお願いします。あの別に付け加えることはないですが、とにかくそのあのこの市川さんはその、2002年の9月17日に、亡くなったという北朝鮮の報告に関して、いつ亡くなったのかということを非常に気にされてて、でその後の北朝鮮の発表で1979年の7月に死んだという報告があったので、あ、これは絶対嘘だということを確信した。それはなぜかというと、そのアンミョン人の新勝日千住軍事大学での、目撃証言が1988年まで、生存が確認されているというふうに言われてますの でもうだからこの時点でも北朝鮮の報告は嘘だというふうに確信されたというふうに聞いています。はい、私はそうですね、まあ、あの1979年に産経新聞の、方が来て、どうも北朝鮮に拉致された疑いが濃厚であるという話を聞いてから、やはり半信半疑でしたね、どうしてもね。そのだってあれ普通の事務員ですから、その当時、まあ、北朝鮮に関する情報もあんまり知らないですし、いいも悪いも全然わからない国の人たちがなんで連れていかなきゃいけないのっていうふうに、思ってて、ずっとその半信半疑でいたんですけれども、やはりあの一番やっぱ確信したのはあれですね、キム・ヒョンヒ大韓航空爆撃事件、あの時 の日本人拉致女性の存在があって、あ、これはもう間違いなく北朝鮮がやってるなというふうにはもう確信しました。でもやはり、まあ、何度も言うようですけども、怖いんですよやっぱ家族はね。横田さんちも実名を公表するかどうかで悩んだらしいですけども、うちはもうあのその1988年当時からも実名も何もかも全部さらけで出されておりましたので、今更という感じはありましたけど、でも怖いんですよ。そのことが公になることによって、どうしても姉、連れ去られた姉にどのような危害が加わるかわからない。だからね、あの時本当にもう私はこう報道、あの時の報道を抑えて早く収束してほしいというふうには思ってましたよね。大きくするよりもそのがあの姉に対する危害が加わるんではないかというその恐れがあったので、早く終わってほしいというふうには思ってました。でもまさか日本政府が何も動いてないとは思ってなかったので、あの後から家族会結成してから日本政府が実は何も やっていなかったというのを聞いて、本当にあの残念だし、自分たちのその19年間の何の活動もしてこなかった空白 あの19年が非常に悔やまれてしょうがない。ですからもうその後はもう、
私の人生19年間何もしてこなかった償いを含めて、この活動を最後までやらなきゃいけないという思いでおりますが、今ね本当にね拉致被害者認定被害者もそうなんですけども、2002年の9月17日までの戦いよりもそれ以降の我々の気持ちの方がもっとなんていうかな苦しいです、はっきり言って。それまではま半分どうなってるか分かんないということもあるし、生きててほしいというそれだけの思いだったけど、今はそのここまで明らかになってるのになんでこんなに時間がかかるのという、その重圧っていうかなんかその思いの方が強くてね、苦しいですね、残念ながら。その思いを共有していただけると非常にありがたいんですけれども、あのなかなかそれが共有できない状況が続いている。特に政治家の方たち、の中にはね、これは祭り事だという、これはあの、政治家ではなくてただ小泉元首相の首席、秘書官飯島勲さんが、週刊文藝春秋かの中で手記の中に書いてますけど、当時、2013年の当時ですね、社長選に呼び出されて行ったんですが、その時に横田さんご夫妻に、どのような結果になろうともこれは祭り事ですからというふうになんか説得をしようと試みたみたいですけどね、これ祭り事じゃないでしょ。人の命がかかったことを祭り事で五分五分でこうあのシャンシャンしましょうなんていうことを考えてる人たちが政治家の中に大勢いるからダメだと私は思います。これは犯罪ですから、all or nothing ですよ。これだけはやはり理解していただかないといけないと思います。はい、あれよく松本さん言われたことで、あの人外務大臣だった町村さんね、発言、はい、あのまあこれは2003年だったと思いますけれども、とにかく、うん、あの日本政府何をすればいいかと外務大臣がおっしゃったので、それはあの密室でしたけどね、じゃあとにかく情報を集めてくださいって、北朝鮮国内にどうやって暮らしているか何人ぐらいいるのかという情報をとにかく集めてくださいというふうに申し上げたら、当時の町村外務大臣が、いや我が国は戦後60年、お金を使って情報を集めたことはありませんってもう明確に言われましたので、この国は終わってるなと思いましたけどね、本当に情報を集めてもらわないといけないというのがあるんです。で、2003年にアーミテージさんにお会いした時も、アメリカは何ができるっていうふうに、何が手助けできるって言ったから、アメリカの情報機関は非常に優秀な情報機関であるから、拉致被害者に関するに情報を集めていただきたいというふうに申し上げたんですけれども、その後、何年かして、CIA の東アジア担当部長とお会いすることがありましてね、もうそのことは退官して守秘義務ももう外れてたんですが、本国からという本国って米国本土ですよ、米国本土から拉致被害者に関する情報を収集しようというそういう要請は未だかつてなかったということですので、だからアメリカもそうなんでしょうけど、日本政府から正式にアメリカに情報収集のお願い要請がない限りはアメリカも独自ではやらないでしょう。拉致被害者家族というのは個人ですから、個人がいかにその当時は、国務副長官でしたっけね、に直接行ってお願いをしても日本国政府がしっかりとそういうフォローをしてくれない限りはアメリカ政府も動けないということは、当時の小泉政権はアメリカに対して情報収集を求めていなかったということだと私は思っています。もうあの当時からも家族会はみんな情報収集してください、情報集めてくださいです。日本政府にも言ってたしアメリカ政府にも言ってたにもかかわらず、その情報収集に関しては町村外務大臣の言葉もそうだし米国の動きもそう、全くやっていなかったというか、やれなかったことはない、やっていなかったというのが分かりました。だから先ほど言ったようにこの祭りごと、日本政府も祭りごとという言葉で片付けて、とにかく9.17 2002年、あの時点の北朝鮮の報告をそのまま継続していって収束させようとしていたのではないかという感触を持ってます。だから2021年
立っているにもかかわらず全く何も動かないんですよ。最初の動きでもう少しあの能動的な、うん、発言や能動的なものがあればもっと早くにいろんなことが明らかになってた可能性はあると思います。もちろんそれは可能性の問題ですが、ですね、まあ、今さっき松本さんの言われたその小泉訪朝より前よりも後の方の戦いという話っていうのはこれは確かに言われてみれば我々も全くその通りで、まあ、だからこそ調査会できたとも言えるんですけども、ある意味で言うとそれまで分かってなかったことが5人が帰ってきたことによって改めて世論がものすごい高まりで国民が知ってしまったことというのがやっぱりまずかったという部分が、そうね、よく荒木さんがおっしゃってるじゃないですか、拉致というのはあってはならないことだと。だからあってはならないことをなかったことにしてしまえば誰も責任取らないで済むし、誰も辞める必要はない。でこの論理で永田町は動いたんではないかな。いまだにその論理もあるのでしょうけれども、とにかくその残念ながら今の永田町は拉致被害者救出という点では非常に、ぬるいというか緩いですと感じています。だから私たちは苦しい戦いを強いられていると思っています。まあ、最初はですよね、70年代政府の文書って70年代後半から80年代前半にというふうに書いていて、でそれをまあだんだん今ちょっとぼかし始めて70年代から80年代という言い方に変わってますけど もう実際はだからもっと前からあり、そしてまあそれもキャッチしていたにもかかわらず、それが何も進まなかった、で進まなかったということを認めたくないので、何とかして隠そうとすると、まあ、結局だからその誰一人が特別ね悪い人としてやったわけではないんでしょうけども、そういうふうに結果的にはなってしまったということなのかなと思うんですけど、当時から助けるつもりはないんじゃなかった、うん、助ける能力もないというふうに日本は思ってたの可能性はありますよね。これを公にして国民に知らしめると、 おそらく当時の、まあ、今でもそうかもしれませんけれども、絶対許さないというそういう機運になるでしょう。絶対許さない、取り戻せというふうになったら、日本政府が何らかの方法で北朝鮮と真摯に向き合って、即刻解決の方向へ行かなければならないということができないから、できしたくないのかな、できないのかな、うん、まあ法律もそうですし、いろいろな周りの環境もそう、これもし北朝鮮とのこういう問題がなければ、北朝鮮と仲良くやってればそれで済むからということにもなるんじゃないでしょうかね。うんですね、まあ、本当にだからそういう意味では北朝鮮の問題という以上に日本の問題だということの方が大きいのかな、ね、隠蔽体質だと思いますよ私は、うん、この本当に当時から明らかにしていけば、本当に国民がもっともっと知ることによって、もっともっとそのいろいろな声が上がって助けなければならないという機運があったでしょうけども、24年経った2002年ですよね。その時に初めて金正日が拉致を認めて、当時の2002年直後 の日本人の怒りというのはすさまじいものがありました。 ですからもっと前に事件発生当時にそれを明らかにしとけば、国民に知らしめておけば、なぜ助けないんだという状況にはなった可能性が高いと思いますね。当時の日本人の気質からするともう24年経つと、もうある程度諦めてしまう人たちが大勢いるでしょうし、もう今40、半世紀ぐらいになって、もう我々も署名活動をやってていろいろ言われますよ、もう死んでるんじゃないのとはね。でも私たち家族はその遺体もないし、何の証拠もないのに死んだと言われてそのまま鵜呑みにするわけにはいかないんですよ。最後の最後までその姉がどうなったのか、それだけはしっかりと確認をしてもらわなければならないし、もし仮にね北朝鮮で亡くなっているのであれば、あんな凍土の北朝鮮の中にいるよりは暖かいこの鹿児島の地で、迎えてやりたいとは思います。ただまだ私たちは諦めていません。まあ本当に 9.17 の
22年前のあの時の世論の盛り上がりがあったので日朝国交正常化をやるつもりでやった、ね、あの交渉が結果的に日朝国交正常化は全くできなくなったと、それも世論があの許さなかったということですよね。だからまあ事態がまた動いてあの大きく報道されたり、すればまた変わると、まあだから逆に言うとそれが変わるのを怖がってる人もいるんだろうというふうにちょっと思います。しかし戦後60年とか戦後も70何年になりますけど、政府が定めた方針を国民の声であの止めたとかあの変えたとかいうのは、いまだこの拉致事件だ国交正常化だけじゃないかなと思いますよ。確か 安保体制だってもう確実に進んでいきましたし、学生があれだけ反対したにもかかわらず安保をはしっかりと保持されたし、でもそれ以降本当に国民の声で国の方針、北朝鮮の両方で決めた方針合意、これを全く止めたのはあのこの拉致事件に関する平壌宣言の履行を止めた、これが唯一無二じゃないでしょうかね。ですね、まあ、なんとかそうしなきゃいけないと思うんですが、まあ、そこで増本さんからあのご覧の方に、一言ちょっとアピールお願いします。はい、あの北朝鮮が今回あのいろいろとまた動いてきて、いるようですけれども、あまり北朝鮮に幻想を抱かないでいただきたいと思います。あの金正恩にしてどちらかというと金正恩というのはどちらかというとあの なんていうの今ちょっと気が狂ったんではないかというぐらいあのおかしな言動が増えているんですけれども、それが何があの何を思って言ってるのか分かりません。ただ北朝鮮は核を放棄しません。で拉致事件に関しても積極的に、被害者を返そうという、これを明らかにしようというあれは全くありません。ですからこれを解決するためには日本政府が毅然としっかりと北朝鮮と向き合って圧力をかけていくしかない。それが北朝鮮の暴発につながる可能性があるけども、それは覚悟しなければならない。そうしなければ日本はずっとこの拉致被害者を取り戻せないまま国家として存続していくということ、それは国として間違いだと私は思ってますので、ぜひ、一応皆さんと共に考えていっていただきたいとは思っています。はい、ありがとうございました。